はい、えー、それでは始めます。皆さんこんにちは。えー、2018年タケン試験ですね。18時間で総まとめブラッシュアップ講座の、えー、講座ガイダンス始めます。えー、担当はレック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあ要するにですね、えっ、ー、と講座のね、えー、まあ宣伝のようなものなんですけども。えー 2018年の合格目標ということで18時間で総まとめブラッシュアップ講座という講座の説明をしてで要するにその講座のご説明で、ね、宣伝の話をするわけなんですけどもでもです、ね、あの別に講座申し込まなくてもあのちゃんと役に立つ勉強の仕方を話しますのでぜひですねちょっとあ,の、まあ、あんまり時間長くならないようにしますから。 まあ15分ぐらいで収まるように話しますのでぜひお願いします。で、まあ講座のタイトルなんですけども、えー、まあ今から巻き返す方法ですね、えー。ものすごいあのタイトルなんですけども、何を巻き返すんだって言ってもですね、あのー、まあ卓見の私講師なので、まあ卓見のね、本試験がもう2ヶ月切ってますんで、もうこれからもう巻き返していくということで、まあどんな勉強したらいいかって話をしていこうと思います。要するにですね。 あのまあ、毎年毎年卓球試験の合格点は、まあ、大体7割前後ですよね。でちょっと変な図が書いてあるんですけどこれですねこれ縦軸がまあ人数ですねで横軸得点した、まあ、僕がよく書くこういう図を書くんですけどもこれどんなことを言ってるかと言いますと、まあ、人,人,人数の分布図なんですよね。 で50点満点ですからね、まあ、50点取れる人は、まあ、いないと思いますんであんまり大体いいこれが50点だとしてで、まあ、あの20万人ぐらい受けてで3万人ぐらい受かる試験ですよねそうしますと大体いいですねあの卓越式の卓越式ってわかりますよねあのどれか選べってやつね、えー、どれか選んでマーキングするやつ 卓越式の、えー、法律系の国家資格ですね。卓一式のの法律系の国家資格というのは大体7割から8割ぐらい、えー、正解できたところで合格ラインを持ってくるもんなんですよ。どんな試験でも大体そうです。そうしますと大体、まあ、この辺ですね大体この辺りで、まあ、35点ぐらいですね。 7割,7割正解で、まあ、こ,こ,がここが合格ラインですね。まあ、年によってね多少違いはあるんですけども、まあ、大体7割ぐらいの35点で合格ラインを持ってきます。でこの人数の分布なんですけども頂点の一番人数高いところの少し下がったあたりこのあたりにその合格ラインを持ってくるのが一番何ていうのかなあの出題者側からすると、えー、有効っていうかなあの要はですね 頑張った人がちゃんと受かる試験であってほしいしであまり頑張らなかった人がまぐれで受かってばかりいたら困るわけですよねだからまあ頑張った人がちゃんと受かってくれてであまり頑張らなかった人はまああの受からないというのが本当は一番望ましいわけですねそのあたりに持ってくるために出題者側はこういう得点分布になるような人数分布になるような問題を事前に作ってくるんですね 卓球試験あのまさにこんな感じでで大体ですねあの40点取れて楽々受かる人なんてのはあんまりいないんですよね40点の人はね。で、えー、もうあの30点も届かずにですね三十点も届かずに20点台25点とかね、まあ、そういう人もすごい少ないんですよね。なのでこのでこり この辺りの人が多いわけですよ。え、そうすると、まあ去年も一昨年もそうなんだけどえ、落ちた人はギリギリ落ちた人がうんと多いんですよね。で、受かった人もギリギリ受かってる人がうんと多いんですよ。要するにまあそんなことですね。そうしますと、まずこの山この山の頂点の、えー、ところには入らないとその勝負にならないんですね。まずはここにたどり着くことですね。 だからまあ25点とかあの25点とか、まあ、28点とかねそのぐらいのレベルからちゃんとここにたどり着くことですねここまで行くことですねまずここに行かなきゃ話になりませんですねでここにさえたどり着けばですね、まあ、あの当日運が悪ければ落ちるかもしれないけども、まあ、運が良ければ受かるんですよ。だから運が良ければ受かるぐらいのところにはたどり着かないと受ける意味がないですね 逆にこの辺だったらたとえ運が良くても受からないってことになりますから、だったら試験会場行ってもしょうがないっていうところもありますよね。なのでまああのー、調子が悪くてね調子が悪くて例えば、えー、熱があって頭痛いとか、えー、あるいはね当日自分が知らないところばっかり試験出されちゃって、えー、そういった運が悪いとかまあそういったことがあればダメかもしれませんけどもまああのー、逆にちょっとね調子が良かったりとかで自分が得意な分野が試験に出れば、えー、それで受かると。 いいうぐらいまでには全員たどり着いていててほしですねね普通考えて、ね、で今ここにいるんだという人例えば、えー、模擬試験を受けて公開模試を受けてだいたい合格推定点前後ぐらいですね例えば合格推定点が35点だったらまあ33点とかあるいは35点ギリギリクリアとか、まあ、そのあたりの人はこのこの山のこのこの集団ですよね。この集団の人は なるべくだったらこっっち行ってほしいですねここまでここまでくれば、えー、当日運が悪くても落ちないんですよね。なのでまあ2段階でちょっと考えていただきたいんですけどもまず1つ目少なくともこの頂点には入ること頂点というかこの集団には入ることですね。土俵に乗ることですね。で今現在土俵に乗ってる人は横綱相撲が取れるようにですね、えー、知識と理解を固めて 落ちないようにすることですね。この二つがとても大事です。で、まあ、そりゃそうだろうって言ってね、あの思うかもしれませんけども。じゃ、あ問題はそれどうすればいいかってことですよね。問題はどうすればいいかです。で、えー、ちょっとですね、あの勉強の仕方を。あの、なんていうのかな、普通に考えてみますとね。その。予備校とかで講座を受けて、ね。予備校とか講座を受けて、で、一通り講座を聞いている。ですね。 でえ、まあ、講師から指示があった、えー、過去問集を、まあ、一度ぐらいは解いたことがあるとか、ね、あるいは予備校を使ってなくて独学でね独学でえテキストと過去問集を本屋さんで買ってきたえテキストは一通り全部読んだでそれに対して過去問を一通りやったことがあるという人はおそらくこの辺には来てると思います。多分ね、でここまで来てない人はあのー、全くまだ勉強したことがない人だと思うんですね。 で全く勉強したことがない人はやっぱちょっと勉強したからまずいと思います。ね、でそれを全くゼロの人が2か月間で確実に受かるレベルまでっていうのはなかなか難しいと思いますけども、まあ、この集団までにはいけると思うんですよね。ねなので、まあ、少なくともここまで今ここにたどり着いていないそうだったらもうこれはあの地道にもう勉強するしかないですね。地道に勉強するしかないです。で少なくともえテキストを一通りあの通読して。 で,できればそれに対して過去問できるあの正解できるかどうかは別にして過去問を全部一通りこなすぐらいはしとくべきです。でそれそんなに時間かかんないと思いますからでその程度はみんなやってくると思うんですよね本試験までに。なので、まあ、この辺ぐらいまではあの比較的容易に届くと思います。でこっから先はそれほど楽じゃないんですよね。こっから先はそ,れそ,あのそんな楽じゃなくてやるべきことはですね えー、か過去によく出されている品質な項目を、えー、理解をある程度してでそれに対してその,その項目で問われている問題はどういう問題なのかというふうに問題と、えー、テキストの記述を、まあ、リンクさせることが、えー、最も実力アップには役に立つんですよ。えー、それを、ね、予備校では インプットですね。あのインプットとアウトプットをねちゃんと並行してやりなさいというような言い方をするんですね。あのインプットは知識を入力すること、アウトプットは知識をねあのアウトプットあの出力することですね。つまり演習ですね。え知識を入力してそれに対して問題の演習をすることをアウトプットと言いますけど、このインプットとアウトプットを別々にやらずにねちゃんと並行してやれと。 いいう言い方をしますで、えー、もうちょっと正確に言いますともっと正確に言いますと要は問題集とテキストを両方とととも開いとけってことなんですよで問題あのテキストを読み終わってから問題集をやるんじゃなくてね両方とも開いとくんですよ。でテキストで例えばあの権利関係で代理っていう項目がありますね。権利関係で代理っていう項目があったらその中でも無権代理とか双方代理とか。 自己契約とか、まあ、いろ、細かく、細かく項目があります。その、例えば、無権代理だったら、その無権代理って、過去問では、どういう問題が出てるのかを。見比べながら、行ったり来たりするんですよ。あ、ここは、こういう問題が出てるとかね。あ、この問題は、テキストのどこなんだという,ふうに。この問題、あの、テキストと問題を、常に。リンクさせながら、勉強するってことですね。それが、一番効率がいいです、えー。大変かもしれないけど。 あの効率はいいいと思います,です、ね、ただねそのなかなか自分でテキストを見てでそれに合わせてその問題を見てねでうまくそれをリンクさせるっていうのは手間がかかるんですよ。で本当はねそれを地道にコツ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 やるのが一番合理的であの一番早く実力がつきます。ただとてても大変なんですよねでもう今からもう巻き返して で、とにかく滑り込み政府でもいいから、何とかしてここに入りたいというのであれば、えー、こういう講座がいいんじゃないかなと思って作った講座が、まあこれなんですよ。あの、ブラッシュアップなんですね。えー、とにかく短い時間の18時間で全部まとめちゃいましょうってことなんだけど、あの、インプットとアウトプットを同時並行してやる形になります。で、まあ、あの、教材がですね、まあこんな感じになってまして、 えーまあ、3分冊になってまして権利関係と,、えー、と宅建業法と法令上の制限で、ねまあ、3分冊になってましてでそれぞれですねあの厚さはないんですよねこんなピラピラです、えー、一番厚そうな権利関係でも、まあ、60何ページぐらいしかなくてピラピラなんですねで細かくあの、まあ、割と細かくなってまして でちょっとページを開いてみますと、これ、宅建業法で、まあまあ、10ページを開いたんですけどね、えー、こんな感じになってまして、これ、宅建業法の、えー、案内所ですね、事務所とか事務所以外の場所の,、まあ、あのまとめの表が入ってましてで、案内所っていろんなタイプの案内所があって、ですね契約とかの申し込みを行う場合と、行わない場合とね、それから、 自分の自社の,自社の物件を販売するケースとそれから他の会社が分譲したやつを売却を頼まれてで他人の物件を売却する場合の案内所とまああのいくつかパターンがあるわけでねでそのパターンごとに掲げる標識が違ってくるので、えー、こういう標識を使うんですよとかね、まあ、なるべくあの分かりやすいような形で、えー、とこういったサンプルをあの詰め込んでいます。 ね、で、えー、それと、これ案内所ですよ。案内所に関するテーマのところで、案内所に関する例題を。載っけてあるんですね。案内所に関する問題、例題ですね。で。なるべくコンパクトに絞り込んでます。なので、その。このテーマの問題はこれだっていうのを、自分で探す必要がなくて。で、また。問題を見て、これって何を聞いているのか。が。テキストで。 探す必要もない手間が省けるということでね、まあかなりあの時間の節約にはなると思います。まあこういう講座ね、えー、受けていただければ節約になると思います。あのまあ例えばですね、これ全部まとめてもまあ見えないかなあの結構薄いんですよね。結構薄いので。 でなんかボリューム的にこんなので足りるのかなって思う方もいるかもわかんないんだけど資料的にはかなり充実しています、えー、少なくとも宅ケ試験に受かる受かるために必要な情報量はもう十分クリアしてると思いますちょっと多いかもしれないですここまでいらないかもしれないぐらい充実してますんでそうしますとですねあの資料としての充実度を見ますとこの人にも役に立つんですよね。 2番の人ですねもうとりあえず合格圏内には入ってるんだけどもでも当日運が悪いと押し、えっと、たりすると怖いから、えー、合格を固めたいという人にとってもこの資料はすすごく役に立つと思いますなので、まあ、講座自体はね講座自体は1番の人1番の人を何ていうのかな、えー、と想定してこういう人に一番役に立つ講座を作りたいと思って企画はしてるんですよとりあえずね。だけども えと2番の人にもこの資料は役に立つと思いますのでまああのと思いますあのとりあえずね、えー、講師ごとにねそのいろんな講師が自分が,自,分が自由にその講座を作れるんだったらどういう講座を作,る作りたいかっていう感じで、えー、各講師ごとに自分あの理想的なあの自分がも理想としている講座があると思うんですね。 そういったものをあの作ってる講座がこういう講座なんですよ。だから、講師ごとに担当講座がみんな違ってますよねえ。僕はこういう講座をまあ、作りたいと思って、3年ぐらい前かな。から作り始めてましてで、まあ、割とあの皆さんに評判がいいんじゃないかという <laughs> 勝手な思い込みかもしれませんけども、もまあ、割といいんじゃないかと思います。 そんなことですねあのぜひ検討してみてくださいはいそれではですね18時間で総まとめブラッシュアップ講座の講座説明のガイダンスを終了しますではお疲れ様でした